似合いそう。あのさ、あのルマンドのチョコ、あ、新しく出てる。そう、見つけたの私。でもです、マヤさんバナナさ、うん、売ってないって言ってさ、あ、言った、うん、そうだ、創作みたいな人じゃん。私が送ったわ、そういえば、リップしたわ。そう、で、今回、私また創作願い出そうと思ったら出会ったの、コンビニで。あら、そう、ごめん、ごめんなさい、大丈夫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 。ありがとうございます。昼公演終わりましたです。今昼公演終わりでね、みんなでやってます。今このルームにはカホとひなちゃんとみゆみゆがいます。逃げなもん綺麗だよ。ありがとうございます。今日のお昼は羊にしました。そう、髪の毛羊にしました。私はこれ、あの普通に家の姿じゃなくて、ちゃんと近野は隣の部屋にストレートアイロンかけてもらった。公園用も髪が上がってますね。ギリギリは元気でやってます。でネイルしたいの、まださ、生誕祭の例のさ、今日はね、お下がりいっぱいでした。待って、カイリ赤だよね、うん、赤。でも私、わざと赤、カイリの赤に揃えてきたのかなって思った。眉毛も赤にしたの。待って、じゃあカイリと眉毛も別に赤だか。次カイリと目合うとき、カイリ仕様で赤にしたらしいよって言ってくんない。やもう全部みんなにバレてる。ここにいないからってさ全部配信上でバレてる。だから私やっていい、ネイル。うわ、ちょっと実はカイリ来たよ。カイリダメ、マジダメ、マジダメ、マジダメ。なんだね。ああ、普通にダメだったね、それは。そう、生誕祭だね、準備が。あ、そうなんだ。なるほど。冗談だね。すごい、かわいそう。冗談で破いちゃったみたいになってる。冗談で白紙の演技しようと思った。カイリがルームに。ああ、ゆめさんが携帯落とした。カイリがさ、入手しようとしたからさ。でも、まだね、ネイル塗るね、ちょっと臭いかもしれないけど、許して。あ、ゆめたちに言ってる。そうだよ、いいよ。ファンの方にさ、ごめん、ネイル臭いから許してるって。ポニーなのかな。映画館でみんな見てるさ、リモートで喋ってるみたいじゃない。画面でさ、確かに。なんかたまにあるやつじゃん。はい、今日は鬼滅の刃無限列車編です。そうですね、もう録画してます、先週から。先週から早いね。楽しいね、今日は。映画4回見た。ほい、映画4回見た。本当に本当に、マジで。そんな漫画もめちゃめちゃ見て、昼公演終わりました。楽しみなんですよ。今日は夜公演はカイリの生誕なんですけど、カイリの生誕はカイリに髪型を決めてもらうので、まあ別に普通に夜も配信するつもりなので、昼は羊でした。カイリ、まあ、その時にゆっくり話すわ。だからこの空気感楽しんで、猫と羊でわちゃわちゃ。そうなんです。だからゆめちゃん、ゆきね、少量で冷たいので。見てよ、今日ちゃんとドラの T シャツ着てきたんだから。私意識高っ。なんかさ、2ヶ月ぶりのドラさん公演だから、みんな意識高く来てくるかなって思ったら、一人だけだった。夏の間さ、長袖だから閉まってて。わかる。あー、寒くてさ、わかる、めっちゃ。ちょっと久しぶりのドラさん公演だし、みんな気合い入れてくるのかなって思ったら、私だけでした。セブンメンの子なんで英語にしたんだよ。あー、そういうことね。やば、じゃあ買い物で買い物できないじゃん。企業名で今日のお昼ご飯のサラダ、そうだったよ。わ、パスタもだよ。わ、いや、ちょっと言っちゃった。うまい、消される。ゆうちゃん食べすぎてくれたの食べて、ありがとうございます。私はハタリエタが大丈夫。どこも好き、結局どこも食べちゃう。だからなんかさ、みんなでさ、同じ話題について話した方がいい、もしかして。絶対そうだと思う。ちょっとごちゃごちゃするから、ね、絶対そうだと思う。なんか話そう。あ、じゃあさ、あのさ、あ、待って、このクマひっくり返ってんだけど。見えないのよ。わかりづらい。それ映したい。めっちゃ映したい。じわる顔映ってそう。後で写真撮って送るね。ツイッター載せる。おしゃべりかもしかしてしている人。755でもいいよ。じゃあさ、あの、話題振っていいですか。いいよ。今日のマミムメモでちょっと話してたんだけどさ、あの、
元研究生のドラさん2期が学校同じクラスメートだったらどうなってたもしもってやつ、あれ普通に話面白いからちょっとみんなの意見を聞きたいね。いいよ、いいよ。じゃあ皆さんもコメントで教えてください。妄想でいいんですよこれ別に事実とかじゃなくてね。お笑い終了。広がらなかった。え、その MC で話してたのは聞けなかったの、ま、聞こえなくない、うん、あんま聞こえない、あんま聞こえない、わかるわかる。私が学級委員で、ゆめは学級委員、あ、みゆもそうそうそう、みゆは風紀委員とかそういうちょっと賢い系のやつ、うん、で、ゆめはゆなこと仲いいよね多分っていう、そうそうそう、2個1だよね。で、かほはあのなんだかんだブイブイ言わせてるちょっと先生にウェーイっていうタイプじゃないの。そういう話だ。もうその時代は中国で終わったな。あったんかい。あっただけでさ。黒歴史、黒歴史。嘘。本当。でも言うて変わんなそうだよね。同じクラスでも。ね、男子って言う。ああ。そこからなく。そう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 。本当にガチで、ガチで、男子、男子してみたいな。毎日男子に説教してる。しっかり説教なの。わかるわかる。それでなんか男子と絡みたいだけでしょとかじゃなくて。ああ、女子に言われるタイプ。そういうのじゃなくてガチで注意してる。ガチで。ガチで多分本人は、あ、やれよって思ってるのに。そうそうそう。勘違いされちゃう人は。あ、でも風紀委員が一番あざといって言われてるよ。うわ、え、まあそうそうね、風紀委員あざといな。あ、な、NCT って風紀委員なんかあったっけ。風紀委員文化あるよね、そういえば。はいはい、そうそう、そうだ、前からなんかカイリちゃんが受け継いだとか言いながらね。カイリなんか、ね、でもカイリちょっとずれてんのよ。カイリはマジでちょっと履き違いってる。でもさ、なのに本気でやってたらかわいそうだからさ、あんまりそうやって言うのよ。そう言っちゃうからガチになっちゃう。なんかちょっとそれすらもそれすらも逆に、いやでも本人カイリはね、なんか何言ってもね消化してくれる、うん、面白く、そう、それはさ生誕祭で話さなきゃ。確かに。あ、じゃあカイリが学校にいたらどんな感じだったの。へえ、いや、あんまり先生に好かれてそう。ああ、でも真面目じゃん。うん、ちゃんと点数って分かる、うん、絶対真面目だと思う、うん、でもあんま変わんなさそうじゃない、なんか女の子から、うん、え、カイリちゃん面白いって言われるタイプだと思う、いろんな囲まれて、なんか勉強はできるのにさ、授業中当てられたらめっちゃ変な、変な感じ。確かに。あとふたしてそう。確かに、確かにね。ゆな子は、うん、え、なんかね、あの、はい、はい、なんだっけ、うんと、文化部に所属する人気者、うん、ありがとう、うん、ありがとう、なんかそんな気がする。ありがとう。ちゃんと自分のコミュニティを築けるかわいいんだけど。ありがとう。全然違う話していい、うん、ゲストゆな子の生誕出たって。あ、今出た。ああ、いつ10月10日だったっけ。あんたが10日、ゆなこの生誕が10月10日、うん、そうだね、だって日曜日です。よろしくお願いします。日曜日です、よろしくお願いします。どうぞ。日曜日の方がさ、最後までいられるよね。そうだね、みはやさん生誕時にね、土曜日だったから。そう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 、うん、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとう。その本人は配信してないっていう。おめでとう言えないからね。あ、でもおめでとうって言ってくれてるわ。やった。これってちゃんとここもさ、塗った方がいいけど、なんかそれではみ出てきますかね。もうすでにはみ出てきたないかも。いっか。やった。ちょっとだけ、え、みんなおめでとうって言ってくれてる。ありがとう。私コメント欄止まったんだけど、多分私の話に誰も見てない。こんだけいっぱいいるとね、たまにしたくない。本当、私の配信ってつまんないの。え、急にディスるじゃん、自分のこと。いや、本当になんかね、見ててごめんねってすごい。うわっ、うわっ、ミュウミュウがなんかやってる。もう一回やって。何？やりません。今ガサガサになっちゃって。今ミュウミュウの真似。あ、見てるって、ありがとう。いや、見てる。ちょっと追加したじゃん今。なんか私がやってないのまでやったじゃん今ちょっと。ミミがずっとね一人でね1時間ぐらいこうやってた。
顔出して。怖。かわいい。いや、みゆみゆね。そんなのに耐えられるね。顔面してないのよ。はぁ、あ怖いんだけど。盛り上がってるね。イエイ。かわいい、ありがとうございます。怖い、こんな人たち。今日は生誕祭司会、なんかネタバレかなしてないの？ああ、ね、だってカイリがさ問題になるからさ、そうね、ネタバレね、見とれてた、見とれてたから大丈夫。いやでもさ、ショールームのさ面白い面白くないってさ自分じゃ本当に分かんないよね。分かんない、正直。自分は結構好き勝手話してるから。え、結構さ、うんうん、ずっと喋ってられる人、うん、どう？ちょっと撮ってみといてそう、どう？いや全然1時間ぐらいだったら自分はめっちゃ話せちゃう。まあ、日による調子がいい時。今日の司会も帰り自分であるからね、もう、やって。え、違う。そうそうそう、顔もやって。顔も好きでやって。え、違う。違う。ごめん。ごめん。初見です。ありがとうございます。かいりちゃんの本気で発声練習。あ、ちなみにこれは本当に発声練習してます。高い声でやすくなるんですよ。そう。そう、おすすめ。おすすめ。今、声カサカサになった。え、やった、ね。うがい薬いる？うん、あの普通にあれ別に普通に薬だから人に貸しても大丈夫なやつ。ありがとう。うん、そう。え、みゆはさ配信の時さ1時間とかさ全然喋ってられる人？わかんない、喋ってんのかな。でもね、私あんまりコメント読んでないかもしれない一人で喋っちゃった。いや私も同じだわ、うん、え、でもさどうやってさ、そうやってさなんか話が出てくるんですか？わかんない、なんでだろう。でも別にさ毎日配信してるわけじゃないからさ、話題があるときに配信してるから。あー、そっか、うん、みゆはそうか。私は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 みんなに聞いたのかな。上手にコメント読みながらできない。めっちゃ長く配信してる。うん、2時間とか2時間半とかやってる。1回配信するとこなくなっちゃう。いや、まあ分かるわ、その気持ちは。すごい、なんだかんだね、そういうとこあるよね、うん、最初の15分で話したいこと話していや、それもわかるよ、うん、それもわかる。いや、なんか私連想ゲームしてるな、ショールームで。え、だからなんか、なんだろう、例えば、じゃあ生誕祭が、ユナコの生誕祭決まりましたね、10月10日ですね、嬉しいですねって。いや、でこの前ユナコがどうたらねみたいな風にざっくり言うとね、そういう風になんか思い出したことそのまま喋ってる、うん、あ、でもそれはいいな、うん、なんかさ、私一人で画面に対して話すっていうのはできない。人がいたら全然こうやって喋ったり、うん、喋るの好きなんだけど、うん、なんか確かに一人じゃ何もできないんだなって思った人生人間の真理が確信ついちゃった、うん、なんかコラボ配信とかだとすごい楽しいんだけど、うん、一人で配信しててもなんかみんなこれ楽しくないよね。いや、だからそれは思うよね、不安になっちゃうよね、うん、あれだよね、そのコメントはあるけど声がないから、うん、実際にみんなが本当にどう楽しんでくれてるかっていうのが確かに不安になるのは分かるわ。そうなの。でもこうなんかコメント欄がさ、なんか www で埋まるとさ、安心する。受けた、受けた、笑ってくれたみたいな。でもみんながめっちゃ真顔でわろた。無言でね、わろたとか無言でね、送りがちだからね。そうそうそう、真顔で送れるもんね、うん、心の中では笑ってんだけどね。みんながなんか、そうしたらみんながめっちゃ草生やしてくれてる優しい、草生やしてくれる、めっちゃ優しいじゃん女装剤まいてくれた。ゆめが女装剤まいてくれたおかげでみんなが草生やして、女装剤まいてくれたの逆やない？あれ、逆やない？そうだね、逆だね、そうだね。だからここに波がいたら除草剤巻いちゃうね。あー、なるほどね、かわいそう、いない、いない人、いない人、いない人、いじられる。でも面白お姉さんだから、すごい、めっちゃもう大草原になったコメント懐かし
なダイソー源ダイソー源ってさ、なんかそういう用語あるじゃん、うん、それを見た時に大草原だと思ったあ、こんなビル思わなかった。ゆめさん、二人の話で一番好きなのがさ、森林を、森林みたいな、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、森林っていう感じでしょ、森林って書いて、なんか、なんかさ、なんか、ツイッターでね、なんか NJK の情報をまとめてくださってる方のアカウントを見てしたんだけど、うん、なんか、カイリは森林って呼んだらしくって、うん、そしたらお母さんが森林って呼んだ、うん、それを、それをショールームで爆笑しながら話したら、なんか、え、お母さんの方が近いよみたいな、そういうツッコミを食らったみたいな話を見て、いや、どっちもどっち、ジョーマンスない、その話が一番好き、待って、これ生誕祭の話がよかった、まだ会の話題やめよう。そうね、確かに瀬田さんにとっておかなきゃいけないから。クリありがとうございます。すごい、モリリン、なんか普通にニックネームでありそうモリさん絶対ある。モリリンって言われてるし、ね、いそうだもん、クリリンみたいだね。キッコロの知らない、それはそう、キャラクター好き嫌いは分からんのよ。なるほど、ありがとうございます。なるほどね。あれ、何の話をしてたんだっけ。学校だよ、学校だ。え、なんでこんなに話しされたの。学校の中で率先して掃除しそうな人は力な、うん、待って、力じゃないの、え、力じゃない、そう、ゆなこ、嘘、笑った。え、なんか、ちゃんとやってるのを見て、うん、あ、やばい、やんなきゃみたいな。ありがとう。じゃあさ、いいんだか悪いんだか、どこ掃除だと、じゃあ私どこ掃除だと思う、階段いや、体育館だと思う。あー、体育館ね。え、こんなので盛り上がれるのすごすぎるでしょ。階段掃除が趣味だったの、毎回階段選んでた。え、かわいい。絶対教室じゃない確かに、黒板の黒板の黒板の。ママは絶対教室移動したくないから絶対教室え、教室で、なんかもうか、無理やり校長室前の廊下であの、絶対ね、あの、雑巾かけたくないタイプだよ。あー、そう、でも、いつでも黒板にいるタイプ黒板でダメってるタイプえ、ビームはね、え、黒板拭いて、あの、黒板やっててほしい、こうやって高いとこ、あー、美術室でさ、めっちゃあ、大掃除だね。そうそう、正直大掃除とか言ってながら、先生と仲良くなる。確かに。絶対みゆみゆ先生がいいわ。夢はね、夢はね、どこだろう。うん、とね、今ね、学校を思い出して。玄関。ああ。え、玄関はね、いや。アウトが玄関に行ってほしい。行ってほしい。願望。玄関掃除してほしい。え、ゆめはね、あんなに寝てくれ。なんかさ、準備室とかあるじゃん。更衣室とか。はいはい。更衣室掃除。どんなイメージ？すごい。わかんない。こんな、そんなこと。あ、うさぎ小屋だ。ゆなこ。ああ。なんか生物係みたいな。そうと。生き物。生き物係？なんていうの。でもアーティストさんね。別に存在してるんだけどね。ありがとう。ねえ、あったんじゃないよ。そっか、ダメなんか。感謝、感謝の話。メロディー乗せちゃった。そう。いや、そんな、そんなディズニープリンセスでしか見たことない。気をつかうって。歌いだすと。幸せな時間だよ。いや、すごい。面白すぎる。面白かった今。本当にだね。セーフセーフ。うん、でも階段をさ、一段ずつさ、あの T 字型のさ、うん、反対の T 字型のほうきあるじゃん。うわ、階段をめっちゃ綺麗にするの好きだった。あのほうきって先生が使ってるから。私もそういうイメージ。うん、そう、先生が休みの時とかじゃないと。先生が休みって何？先生休み。ありがとう。先生休み。先生いない時だ。みんなでプール掃除してほしい。あー、青春。あ、なんかそういう MV ありそう。ね、ガールズルール。うん。あー、ガールズルールか。やりたい。青春。待って、なんかさ、うん、あのさっきのありがとう、ありがとうってさ、あのリズムに乗せて歌ったじゃん。うん。それさ、全くコメントが受けてないんだけどさ。こんなに面白いのに。届いてないのか、見てる人がゼロなのか。そう、大受けだったのに。ね。あ、わからない。ラグかな、わかんない。まあいいや。そんな莫大なラグある？あれ、あれ？
中庭掃除で遊んでそうって言われて、誰だ私か私かちょっと待って、今無理やりさ、なんか草生やしてくれてる方にてちょっと申し訳ない。これいつまで配信する？寝れたよ。30分。まあ大体 OK、 別に時間許す限りでもいいけど、まあメイクがあるからね。そう、髪の毛やんなきゃだからね。お色なし。あ、今塗っちゃったらご飯食べれないわ。え、ご飯来てた、来てた。カニカツ、フレカツ弁当カツ、めっちゃ美味しいやつじゃん。え、しかもさっき来てたから配信の前に持ってくれば揚げたてだってた。あったかい。や、わからん、それ届けたてだから。でもかわいそう、カエリさ、カエリの先端だった気が、なんだっけ、あの海鮮何する？言ってたの？そう、ずっと言ってた。面白い。生誕祭ってさ、なんか選ばせてくれる、選ばせてくれる場合もあるから。確かに聞いてくれるね。私、海鮮何するって言ってたの。でも彼にさ、エビ食べれないじゃん。確かにエビ食べれない。海鮮好きじゃないと思ってた、彼。あー、ネギトロが好きだからね。ネギトロが、え、豆知識いいですか？何？え、ネギトロのネギってあのネギじゃない？初見ありがとうございます。そのタイミングで言う。すごい。あ、違うかも。あ、合ってる。え、何のネギなんですか？なんだっけな、いや、それだけ覚えてたんだよね。ネギ、なんかね、ネギネギるじゃなくて、なんかね、ちょっと今調べ物が。あー、そっか、刻まれてるから、もしかしたら見た目的には綺麗なトロみたいな感じじゃないのかな。あ、ネギるだからネギられてる。ネギる、そう、ネギる、あのスプーン一杯ですくうみたいな、なんかそういう感じの意味なんで、だからあれは別にいわゆる野菜のネギの意味じゃないんだ。じゃあさ、ネギが乗ってなかったら、ネギトロのネギなしが好きって言ってさ、それネギトロじゃないしって言ってあの間違いって。あ、そうなんだ。そう、実はね、そうっていう、いや、今普通に思い出したから言っただけ。そうだね、ネギルだった気がする。そぎ取るみたいな意味。そう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 、そうだね。そぎ取ることネギ取る。へー、本当にさ、ネギ取るだ。正面まで聞いた方がさ、調べるより早い。早い早い。でもこの間さ、それだったらお着物って言われた。嘘、私よく聞くよ。私次女の喋るからいつにしたっけ。南部からだっけみたいな。南部からだよって教えて。優しい。で、これ確かこの日これするって言ってたよみたいな。そこまで教えてる。すげえ。すごい。いいな。あ、ネギ取るっていうのね。あ、なるほどね。ネギ取るか。だからトロも違うわ。ネギ取るでネギトロなんじゃない。ネギ取る？ネギ取ろうみたいな。そう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 。ああ、え、嘘。でトロを使ってるとは言い切れないってこと？いや、それはトロなんじゃないの？わかんないけど。うん、いや別にここ深く深くしなくていいわ。いや本当。ハンバーガーのバンズ抜きみたいな。そう？ごめんごめん、私がなんか読むタイミングが違った。ごめん。どういうこと？どういうこと？嘘。詰め合わせだったじゃん。やばいやばい。いつだっけ？何の時の？ハンバーガー。ネギトロのこと。まだ、でも私のタイム、私のコメントのラグが半端ないかもしれない。本当？乾かしてまーす。でもこれあと5分だ。いいネイルだから多分すぐ乾く。見て、ちゃんとボロボロ。ねね、聞いて、さっきさ、リハやってた時さ、残酷な雨さやっててさ、うん、このさ、顔の部分映った時さ、衣装着てるのかと思った、これ、今日。私、残酷のね、残酷の衣装着てる、衣装着てるみたいな。そう、これでリハやったから確かに、いや、今日ね、ちょっと意識高めで帰りの色で来たんだから、 T シャツでね、そうそうそう、赤。まあでも、じゃあ自分の生誕祭何色にするのって話する？違うよ、ゆな子が写真撮ってくれてんの。あら、自由。そう、これは全然普通に私服なんだけど、うん、めっちゃ残酷。これめっちゃあれ下手、マニキュア一生下手なんだけど。わかる、上手に塗れない。笑いじわがすごい。幸せなしわ。やばい。いいね。体力は大丈夫？多分。どうじゃん、あと少量しか終わりじゃないわよ。そうだね。寝なさいよ。でもね、あのね、
優しい。人がいるときじゃないとできないから。ああね。まあでも配信は義務じゃないから。うん、そうなんだけどね。わざわざあのあれよ。わざわざ別にやらなきゃって思う必要はないわけ。めっちゃ美味しい美味しい。夢がスクショタイム買って配信始め。可愛いって言うんですよ。自分は毎日配信してるけど別にそれもやりたいぐらいやってるだけだからね。本当に尊敬する。本当にすごい。本当にすごいと思う。全然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 。皆さん好きなマックのメニューは何ですか？突然だね。好きなマックのメニューは何ですか？みゆちゃんマック食べなさそう。食べる食べる。自分で作るマックを？サンドメーカーで。あーいや作るけど、マックなんだろう。え、マックフルーリーだけ食べに行く。へぇ、甘いもの好き。アイスしか食べない。ダブチ。ダブチ、ダブチーズバーガー。うん、わかる。月見パイ。今だけだ。今だけだ。ポリチ、ポリチ、ポリチ。この前さ、メンバーで集まってリハかなんかやった時にめちゃくちゃ、うん、あのいや月見食べたいって話になったんだよね。うん、そうで、それで多分その日にメンバーの中でマック行った人めっちゃいるっていう。あー、そうマックからのサイトマック行きたい。そう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 。ここもそう。月見食べたことない。ない、うん、食べたことない。私もね、あ、グラコロは去年初めて食べた。なんかさ、月見ってさ、あの卵入ってるやん、うん、まあそれが醍醐味なんだけど、うん、あの別にね、そう、そのね、卵が私そんなに好きじゃなかったのよ、うん、なんか卵そもそもがっつりなんかこうプルプル卵かそんな得意じゃなかったから、うん、って思って今年食べてみたらうまかった。美味しいよ。美味しかった。なんか思っ、ほんと想像以上に美味しくてびっくりした。あれだってオーダー入ってから目玉焼き作るんだもん。え、そうなんだ。すごい。マックはね。なん、ロッテリアは。突然のロッテリア。じゃあロッテリア美味しいの。私新潟にロッテリアが欲しい。ないよね、新潟にロッテリア。ロッテリアのポテト美味しいの。カメダのさ。え？カメダの方のさ。うん。なんだっけ。トピアみたいなさ。なくなったんじゃない？飽きた。飽きた。え、ちょっとないと思うよ。喋る。え、ね、せいろにあるやつは。せいろ遠いんだよな。せいろ町。せいろにさあるよね、ロッテリア。あ、せいろ町。21キロ先のロッテリア。にある。市内にはないよ。21メートル先にできる。プラントの近く。21キロ。歩いて4時間。歩いて4時間。いや、そう、ロッテリアのシェイク好きなんだよね、シェイク。え、シェイク美味しい。美味しいよね。あ、昔あったって。いや、もうできてほしい、バンダーの。水戸の横とかに。あー、うん、欲しい。で、ファーストキッチンもないもんね。ファーストキッチン知らないし。ファーストキッチンってない。都会の話せんといて。ほんとに。え、あ、ちょっと待って、私しか知らないのか。じゃあうわそうだ。いや、違う違う。いや、みゆ、いや、見渡してみたら都会、都会じゃない。別に私都会じゃないよ。うわ都会、全然都会じゃない。埼玉のくせに。え、あそこは何メディアシップの下。埼玉っぽい。あ、違う、嘘だよ。フレッシュレスじゃなくてビルボの下。ビルボの下と同じだよね、映画のやつ。メディアシップの下にもある。え、あ、そうだね。フレッシュレスバーガーの好きだよ。フレッシュレスバーガーのお店ってなかったじゃん、本当に。マジで。そうで、新潟に来て、あ、おるんだ、都会、新潟。イエーイ、新潟都会です。上田にはモスバーガーがある。モスなんてすぐそこにあるじゃん。モスバーガー私もあったんだ、地元に。モスバーガーが一番好きだし。モス美味しい。わかる。昨日モス食べた。全部好き。普通に。でもハンバーガーじゃない。なんバーガーキングは？こうやって。ああ。バーガーキング。バーガーキング。ないなかった。ご存知？何？バーガーキング。聞いたこと。知識としては。名前は知ってる。あったよ。新潟あった？あったにあった。渋谷にあるやつでしょ。そうかな。でも渋谷には大体何でもある。多分あるね、うん、ないの。多分そのむしろその新潟のローカルとかがないよ。名前が知ってるし。バーガーキング、ね、知識はバーガーキング食べたことない。あるな、一応食べたこと。大宮にね、美味しいなんかバーガー屋さんある。あそこなんどこだっけ。もう行ってこうぜ。あ、もう30分になった。そう、早いね。じゃあ、あとね、新潟の美味しそうなハンバーガー屋さん紹介するの。
ってもうみゆちゃんとデートだもん、ハッシュタグ。まだね、行ってなくて、めっちゃ行きたいと思ってるんだけど、まだ行けてないから一緒に行こう。じゃあ、みんな知らないの、行かないと。みんなには教えてあげません。みゆみゆさん、どっか行くじゃん。いや、私はあ、そうだ、ここが4人でなんか、はい、いつもどっか行く、ね、写真とかね、撮りに行ったりするけど説明だよね。じゃあちょっと後で紹介するわ、ハンバーガー屋さん。スクショします。あ、まあ、ランキング。あ、ランキング。ランキング。ありがとう。見て濡れた。キャワキャワタンタンタン。1位。私もえなこさん。本当にありがとうございます。これ横にす、縦にするとランキング見えない。あった。これさ、ちょっとさ、うん、みんなで一緒に読まれた。じゃあ13位の人、こうやって。あー、12位の人。あ、面白いね。OK? いいよ。じゃあ、トップバッター私やる。はい。やだやだやだ。やなの？やだ。じゃあやるよ。うん、はい。13位、ジュンさん。おめでとう。おめでとう。あ、私、13位、太郎さん。ありがとうございます。13位、ファントムさん。ありがとうございます。コヘンさん。ありがとうございます。12位、鉄411さん。12位、マッスルですよさん。12位、星健さん。どうして同じ人だよ。あれ12位、キンジ、かっこ、昼と夜の間ファンさん。11位、シンさん。11位、シンイチさん。11位、音速の木こいさん。バレるよみんな。10位ワンワンさん。10位 NGT たまおさん。10位ノートさん。10位まゆ、明日おしゃべり会行くよ。みんな大好き。落ち落ち。9位中村さん。9位ゾウさん。9位 MS さん。クリキントン長官さん。8位キムさん。7位ビールバーさん。7位 A ちゃんさん。7位ゆきさん。7位チューバーかっこ仕事中です。6位くすんだ猫さん。6位ケイさん。6位トシさん。6位グフ頭からクラソミ西村くんキムさん。7位ハブトゥーセーブさん。5位ひよりげたさん。5位ほしーさん。5位ぴょん頭が痛い。4位ランナさん。4位ベロさん。4位アザラシクジランさん。4位多分ミヤタンのちょちょさん。こんにちは。3位 MS さん。あれあれあれ読んだ読んだ。あれ3位くじちーさん。待って、ないんだっけ。3位、はい、3位ラマさん。3位ゆきやの旦那さん。2位かつさん。2位ひろしさん。2位まっちーさん。2位たまごかっこドラムも電話した。ありがとう。ありがとう。あ、1位終わっちゃう。1位ゆうとさん。1位いちたさん。1位さわさんのさん。1位、テレビの手口はトマク、うちのラーメン食べたいが場所がわからないさん。うちのラーメン屋さん知ってますか？うちのラーメン屋さん知ってますか？うちのラ？うちのラーメン屋さん。うちのの？うん。あ、そうなんですか？ごめんなさい、ごめんなさい。また後で話します。はい、ありがとうございました。すいません、あの、低電力モードで1回切れてしまいましたので。1位の方、1位、いちたさん、ありがとうございます。はい、というわけで、夜公演頑張ります。ぜひ、夜公演の会の生徒さんも見てください。見てくれてありがとう。ありがとうございました。頑張ります。